どうも、ショッピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見ているあなたがミニマリズム関係ないかもしれないんですけども、まあ、僕はこのチャンネルで、こう身軽なライフスタイルっていうのを追求してまして、そのためにこう断捨離って言って、こう周りの環境をすっきりさせて、その次に頭の中を変えていきましょうっていうことをやってます。今回はそのあなたがこう家事をしなきゃいけない、書類をまとめなきゃいけない、彼女とのデートを立てなきゃいけないっていうのが分かっている、やらなきゃいけないことがもう目の前にあるのにやる気が起きないっていう、なったことありませんか？僕もまだまだ全然そんなメンタルがバッチリとかそういうわけじゃないんですけども、そうなってる時僕もあります。部屋の中がなんかごっちゃりなってきて、掃除をしたいなっていうのが分かっているのにもかかわらず、みんなやる気が起きないっていう。レシートをまとめて、今日の収支と収入をまとめて、まあ、財務管理をしなきゃいけないのは分かってるんですけど、なんかこう全くやる気が起きないっていう、そういう経験もあります。そんな時に今からシェアすることをやると、なんかこうそのやりたくない原因が分かったり、まあ、原因が分かればそれを潰せば、じゃああとはもうやるべきことはやれるよねみたいな、そういう感じになるので、今から僕が教えてもらったこと、そしてやったこと、そしていいなって思ったことをシェアさせていただきます。まあ、難しい説明をするつもりはないんですけど、人間の頭っていうのはなんか3層に分かれているそうです。脳の3層構造っていう言い方をするんですけど、人間の脳があったら、内側から爬虫類脳、その上に哺乳類脳ってのがあって、その上に人間脳ってのがあるっていうふうに言われています。で、爬虫類脳っていうのは食べたいだったり、寝たいだったり、ロマンチックなことをしたいだったり、まあ、排泄したいだったり、そういったこう生存欲求のところを司っています。で、哺乳類脳っていうのは寂しい、仲間、友達、嬉しい、楽しいっていうような感じで、感情面を司ってるっていうふうに言われています。じゃあ人間脳はって言われると、将来どうしようとか、仕事しなきゃとか、 1+1 は2だよねみたいな、こういう論理の部分を司ってるっていうふうに言われてます。で、ここでちょっと考えてほしいんですけど、今あなたが目の前にこう家事っていうタスクがあった時に、3日間寝てなかったらどう思いますか？3日間寝てない、まあそんなことありえないんですけど、3日間寝てない状態で目の前に洗濯物がいっぱい置いてあって、それを畳まなきゃいけないっていうタスクがあったら、どっちを優先しますか？または今からあなたがその会議で使うパワポの資料を作りますとなった時に、朝から何にも食べてないという状況です。朝から何にも食べてない状況で、今から会議に向けた資料、パワポを作らなきゃいけないっていうタスクが目の前にあったら、どっちを優先しますか？多分あなたは家事よりも寝ることを優先すると思いますし、多分あなたは仕事よりも食べることの方を優先するかなというふうに思います。なので僕たちは基本的に爬虫類脳と哺乳類脳と人間脳が同時にいろんなことを考えてるっていう、そういう状況にあるんです。なので僕たちは基本的に常に多重人格なんですよっていう、そういうことをですね、脳の三層構造を提唱した人は言っています。なんかそのふわふわして分かりにくい表現ではあるんですけども、でもあなたも一度や二度は体験したことがあるんじゃないかなと、なんかそのやらなきゃいけないのにやりたくないっていう、そういうのは体験したことがあるんじゃないかなと思いますんで、その理由っていうのは、爬虫類脳と哺乳類脳と人間脳が同時にいろいろやりたいこと、やりたくないことをワン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 言ってるっていう、頭の中でワン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 言ってるっていう、そういうことらしいです。はい、ちょっとマイク変えました。はい、このメンタルノートにまず人間脳と哺乳類脳と爬虫類脳っていうのをまず書きます。で、それぞれどうしたいのか、例えば生存欲求の部分では食べたいのか寝たいのかっていうのをまあ書いていきます。哺乳類のその感情の部分ではどう感じているのかっていうのを書きます。寂しいと感じているのかな、楽しいと感じているのかな、退屈って感じているのかなっていう、その感じている部分を書きます。で、人間脳の部分ではそのタスクについて考えます。何をやらなきゃいけないのかっていうのを書き出します。で、書いた後にその脳の三層構造の内側の部分から速攻を満たしていくっていうことをやるっていう、それがいいらしいです。例
えば僕の場合で言うと、こう仕事で連絡をしないといけないとか、こう書類の整理、レシート整理、財務管理をした方がいいっていう人間脳のやつがあって、で哺乳類脳の部分では、その感情の部分では、うん、彼女がいなくて寂しいとか、その友達と遊びたいのに遊べなくて寂しいだったり、そういう欲求があります。で爬虫類脳のところでは、食べたい、寝たい、お風呂入ってすっきりしたいみたいな、そういう欲求がありますと。なので僕は基本的にそういう風になった時には、チョコレートでも黒砂糖でもヨーグルトでもいいから、もう口の中に入れて、でちょっとこう瞑想して、こうなんか脳をすっきりさせて、そうすると本当にこう爬虫類脳の部分、生存欲求の部分が本当に満たされて、もうすっきりしたみたいな感じになるんですよ。本当にこれ不思議なんですけど、次はなんかその哺乳類のところ、寂しいなとか楽しい気分になりたいなとか、そういうざわざわ出てくるので、メンタルノートに出てくるので、お笑いを見て笑ったり、その視聴者さんからいただいたコメントを見て、なんか、ああ僕はいろんな人とつながれてるなみたいな、そういう欲求を満たします。そうするとやっとこう人間のこれをやらなきゃいけない、このタスクがあるからこれをいつまでにやろうみたいなのができるということで、結構スムーズにできちゃったりするんです。今回ですね、あなたがもし目の前にやらなきゃいけないことがあるにもかかわらず、やりたくない、めんどくさいとか思っているのでしたら、今回のようなその三層構造、あなたの中にいるその多重人格の部分の、その一人一人何言ってるのかなっていうのを書き出して、でその生存欲求の部分から満たして見てください。そうするとちょっとはなんかそのタスクのその処理のスピードだったり集中力っていうのが変わるかもしれません。で今回の話でもちょっと難しい感じで、ちょっと堅苦しくなんか偉そうに喋っちゃったかもしれないんですけども、いかがだったでしょうか。もし今回の話がちょっとでも参考になりました、面白かったですというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。そう、他にもこう僕が教えてもらって、あこれすごいいいなって思った、メンタルトレーニングは、メルマガでシェアさせていただいておりますので、そう30日分シェアさせていただいておりますので、ぜひそちらも気になるようでしたらチェックしてみてください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。